はい、どうも皆さん、こんにちは。バチです。今回はね、いつもと違って、シングルバトルではなくダブルバトルをね、実況していきたいと思います。僕自身ね、そのダブルバトルっていうのは、本当に、そのストーリー以外でやったことはないので、マジで。一回も。完全に、にわかさらしのね、動画になっちゃうと思うんですけどね。まあ、温かい目で、見守ってくれていたらいいかなって思います。はい。では、パーティー紹介入ります。ガルーラですね。はい。恩返しのスペース、本当はステミタックルにしたかったんですけど、ステミタックルが遺伝技っていうことを知らなかったんで、恩返しですね。はい。冷凍パンチは、霊獣ランドロスを意識して入れてみました。ケタグリはミラー意識ですね。はい、次行きます。ヒードラン。うん。これは、防塵ゴーグルは、諸バレル意識。他の技はテンプレ通りですかね。はい。CS ブッカーです。次行きます。ボルトロスですね。もう、ダブルバトルの大正義の一角と言ってもいいんじゃないかな。うん。特にこれも特筆する点はないですかね。あー、ヒットポイントこれ185にすればよかったかな。ダブルバトルでステルスロックとかがどれだけ流行ってるか僕知らないんですけど、まあ、お盆だからね。まあ、多少許してください。はい、次行きます。ランドロス。これもシングルの流用ですね。僕のダブル用個体って、今紹介したボルトもドランもシングルの流用個体なんですけど、まあ、その点は許してください。次行きます。ニンフィア。これはちゃんとダブル用に育成し直しましたね。目覚めるパワーは地面で、HC ブッパではないですけど、まあ、だいたい HC ですね。はい、次行きます。最後にもロバレル。うん。まあ、これもテンプレ通りかな。怒りの粉の使い方がよくわかんないからね、僕。使うかどうかわかんないんですけど、まあ、これをうまく使ってね、惑わしていけたらいいかなって思います。ちょっと音小さいかな。コムレディーか。レーティングバトル。今回ね、シングルではなく、まあ、さっちも言ったけど、ダブルで。やばいな、めっちゃドキドキするな。本当に一回も触ったことないんですよね、このダブルレートっていう環境に触れたことがないんですよ。ちゃんとガルーラの恩返しはね、夏気度マックスなんでそこは安心してください。では潜っていきましょう。レーティングバトルダブル。ああ、これがもう新鮮だもん、すでに。やっぱし、その公式ルールだからね、ちょっと一回やってみたいなと思ってたんですけど、はい。スペインの方、読めない。レジェンド、あ、ごめんなさい。読めない。あー、似てる。このパーティーめっちゃ似てるな。お相手のパーティーが、ガドゥーラ、レイジュランドロス、ボルトロス、ヒードラン、クレセリア、ギルガルド。確かダブルバトルって4体選出するんですよね。うん。まあ、当然だな。ごめん。本当にごめん。わかんないんだ。まあ、これドランは出したいですね。ドランと、ランドロス出したい。クレセか。クレセが気になりますね、これ。ドランとギルガルド、どっちかが、多分、ヒードランがこれ弱点保険、ヒードランじゃない、ギルガルドが弱点保険持ってて、ヒードランがゴーグルを持ってると思うんですよね。まあ、先発ガルーラでいいかな。先発ガルーラで、目立ちを持ってるからな、ニンヒアも出したいんですけど。難しいなぁ。これ、ギルガルドこの構築めっちゃ重たくないか欠陥かもしれない。まあ、ヒードラン出しましょうか。あ、ちょっと待って、ランド来るんだったら、ヒードランはまずくないか。ヒードランだった場合、こっちもランドロス出せばいいわけか。ガルドランド、ガルドランド、やばい、全くわかんない。全くわかんない、これ。どうしよう。いやー、ちょっと待って、これ、ギルガルドの対策よりも、クレセに厚くするべきなのかな。というか、ボルトか、ボルトがやばいのか。ニンヒアで行きましょうか。これで行きましょう。
グイレさんでいいかな、もう。対戦よろしくお願いいたします。さあ、めっちゃドキドキする。いや、本当に WCS を見て影響されたって言えば、まあ、それまでなんですけど、楽しみですね。こちらはガルーラとヒードラン。ランドロス、あ、じゃあボルトロスか。おお色違い。色違いですか。どうしよう。猫魂で縛ろうかな。どっちを縛る？自信持ってる可能性高いですよね。ガルーラの方が。ボルトロスに電磁波も巻かれたくないんだよな。ガルーラにね、いや違う、ガルーラに、猫魂を、ボルトに打って、このヒードランを、ランドロスに交換しましょう。これで威嚇で、相手の栄養両方ダウン。まあ、ガルーラに対して打ちたかった威嚇ですね。で、S は向こうの方が上。まあ、こちらのガルーラ意地っぱりなので。あ、これ。ガルーラに猫魂を入れられると、まずいんでは。電磁波入れられるんでは。うわぁ、グダグダだなぁ。あ、猫魂、誰、どっちに入る。あー、まずい。これで。これまずいんじゃないか。挑発、あ、挑発は OK、挑発は OK、挑発は OK。ふんふんふん。はい。どうしようかな。冷凍パンチを、ボルトロスに打ってもいいんですけど、ダブルバトルで脅威なの、いや、まあ、ボルトロスはもう、じゃあ、ひるませよ。ひるませよ、ひるませよ。岩なだれで。電磁波。まあ、しゃあないですね。グロパン。グロパンなんて持ってんのか、君。まあ、これで A1 段階アップと一緒ですかね。岩なだれを当ててくれよ。あー、それダメだって。それまずいっすよ。おい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 、もう勝てる気しねえよ。なんだこれ無理だって。どうすんだこれ、マジで。ボルト連れてこなかったの完全に敗因かな。もうひるませるしかないですね、これ。あ、てかそうだ、ランドロススカーフじゃないから。あ、まあでも、もうしゃあないな、もうこれ恩返し。あ、そんな入る。10万ボルト。これ倒れないでしょ、さすがに。おい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 俺ダブルバトルのこと嫌いになっちゃいそうだよ。なんだこれもう無理だって、マジで。あー、どうしよう。ニーフィア出しとくか、とりあえず。もうこれガルーラ捨てですね。はい。ハイパーボースで。いやー、ダブル初戦は苦い結果になりそうですね。電磁波。まあこれ正義だな。グロパン。容赦ないな。第1戦目だから、降参は押さずに、幕を閉じたいところ。一矢報いろに、はぁーはぁあの、降参押さずにって言ったけども、ごめん。降参押すわ。無理だって無理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 
対戦ありがとうございました。これは、許して。許してっていうか、まあ僕初心者なんで、許すもクソもないと思うんですけど、まあ、無理。今のは無理。引き続き潜っていきましょう。まあ、まだ、まあまあまだ、初戦だからね、しゃあないっていう部分ある。ダブルバトルの神様はね、僕は今までシングルに浮気してた。まあ、シングル族の人間だから言ったら。敵族なわけですね。敵族なわけ。うん。それは許せられないわ。お相手のパーティーが、ミロカロス、月光が、ガルーラ、ニンフィア、クレッフィー、ボーマンダ。クレッフィーって何すんだ？クレッフィーって何するんだ？普通にイバミガなのかな？まあ、月光は出そうですかね、僕のパーティーだと。月光が出そうですね。初手ニンフィア行きましょうか。初手ニンフィア。ガルーラ。ニンフィアガルーラ。ボルトロスは出したい。で、ランドロスかな。これちょっと、クレフィのケアダメかな？っていうのと、あと、ニンヒアもきついか。ニンヒアもきついかな。そうすると、ヒードラン、またはモロバレルを出したいところですけど、難しいな、選出。ごめんなさいね、何も喋れなくて。ニンヒア、ガルーラ、ボルトまでは決まってるんですけど、残り1体、ニンヒアに熱くするべきなのかな。ニンヒア出てこないんじゃないかな。とりあえず、ランドロス入れとけばいい感じはあるからな。いや、モロバレルにしよう。モロバレルで。ソウさん、対戦よろしくお願いいたします。ボーマンナが出てきたら、なかなかきついですけど。まあ一応、冷凍パンチ持ってるんでね、僕のガルーラは。そこ、あ、ガルーラ来たってことは、ボーマンナはないかな。クレッフィ。なるほど。優先度として、てか、電磁波打ってくんのかな？ちょっと待ってね。ガルーラに電磁波は入れられたくないんですけど。ガルーラに飛んでくる猫騙し読みでもゴツゴツメットのモノバレルに交換して、あ、違う違う、これ、違う違う、ニンヒアか。これニンヒアの選択肢なのか。ちょっとややこしいよ、ダブルバトル。ちょっと待って、難しい、難しい。ニンヒア、ニンヒアね、ごめんなさい。ニンヒアでハイパーボイスを打って、ガルーラを、モロバレルに交換します。おそらく電磁波かなんかを打ってくる。電磁波、猫騙しと電磁波とかで S 操作してきそうなんですけど。グロパム打たれたらもう知らん。グロパム打たれたら知らん。猫騙し、どっちだ？ OK！ これは読み紙あったの。おい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 ！さっきから、お前。なんだこれ。まあ、しゃあないですね。これは受け出しの宿命と言っても過言ではない。威張る礼儀やっぱり、ポケモンで威張るって礼儀なのか。全ルール共通ですね、これはもう。マジか。まあ、こちらは変わらずハイパーボイスを打ちましょうか。で、ハイパーボイスは両方だな。怒りの粉、いや、怒りの粉はちょっと危険だな。ガルーラに胞子を打ちます。あ、引っ込める、誰だ？ミロカロス。
神秘の守り、そんなもの持ってんの？いやー、強い。頑張れ、ニーヒア。頑張れ。いける。よし。まあまあ、クレッヒーは今一つしょうがないですね。あー、神秘のベールに包まれている。なるほど。あー、でですね。ミロカロス守ってくるかな、これ。守ってくる可能性大いにありえますよね。ニンヒアは目立ちを打とうかな、じゃあ。ニンヒアはクレッヒーに目覚めるパワー地面。クレッヒーじゃない、モノバレルは、ボルトロスに交換します。さっさとボルト出して挑発撃つべきだったのかな。イバル！お前、容赦ないな。でも守ってこないのか。光の壁。あ、壁そうか。両方に効果あるのか。混乱が解ける。どんぐらい入る？目指し。あー、入らない。全然入らない。食べ残しですよね。どうしたものか。クレッヒー残してくるかな？ちょっと待って、イバルを入れられたの辛いな。さっさと落としたいんですよね、クレッヒーは。もう、じゃ、ボルトを、ごめんなさい、モロバレルにまた戻します。再生力で回復できたから、これもありかな。イバル、これ多分ニンヒアですよね。ですよね。これミロカロスの持ち物、光の粘土とかなんですかね。そんなんあり得るのかな。ここ風。ああ、なんかここ風らしいですね。レードビームじゃなくて、ダブルのミロカロスは。急所に当たった。お前、もろ出しだな。ほんと、もろバレてだな、お前。頑張れ、ニーヒア。お前は頑張れる。まあ。俺はお前を攻めることができない。これ、クレッヒーにだいぶ勝ち回されてますね。で、ここでニンヒアをボルトロスに戻して、モロバレルでディガドレインをミロカロスに。多分、イバルは、モロバレルに飛んでくる、読みの、これはニンヒア交代です。対戦自体がちょっとグダグダなのはね、許していただきたい。申し訳ありません。あー、ここ風辛いなー、これ。メスダウンでボルトロスが先制で補助技打たれちゃうんですよね、クレッヒーに対して。火力足らないな、お前。まあ、しょうがない。しょうがない。そうだ、しょうがないんだ、これは。お盆か。なるほど。で、そうですね。こちらとしては電磁波をもうクレッヒーに入れて、行動回数を少なくするのも手だと思うんですよね。いや、挑発を入れてしまうか。挑発をクレッヒーに入れて、まだ、多分神秘のベールまだ確か続いてるんで、ギガドレインをミロカロスに。当てるなぁ。頑張れ、ボルトロス。頑張って、ここ動いたら、クレッヒー流せるから。よし、オッケー。ここ風、外せ！外さないなぁ。お前、さっきから、なんでこんな急所当たるの？このボルトロスじゃない、モロバレル。そういう仕様なのかな？なんか、ダブルにしかない仕様みたいなのあったら、ぜひコメントで書いてくださると嬉しいですけど。なんか、急所に当たりやすいみたいな仕様って本当にあるのかな？多分ないと思うんですけどね。よしよし、挑発が入ってるので、報酬を防ぐことはできない。
ボルト、いや、ボルトはちょっと残します。イバルで行動を防がれて、ここ風当てられたら辛いんですが、キノコの奉仕でクレッフィーの方に打ちます。いやー、なかなかダブルバトルはシングルバトルと勝手が違って、きついですね。なんていうか、タクが増えてるわけですから、ポケモンが増えることによって、やっぱし呼ぶ場面も増えていくわけで。自己再生。まあ、しゃあないですね。致し方あるまい。てか、引っ込まないですね。イカサマ。オッケーオッケー。そっちはオッケー。奉仕が入る。よし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 。いいぞ。これ大きいですね。光の壁がなくなる。僕は容赦ないんで、待って、光の壁を多分、ここミロカルス貼ってきますよね。光の壁を見てガルーダ出して、モロバレルでキノコの奉仕をミロカルスに打ちます。光の壁、オッケー。眠り一旦目ですね、クレフィーは。次の行動なんですけど、モロバレルを戻してボルトロスに交換します。あ、違う違う、これガルーラだ、ごめんごめん。メガ進化して、恩返しですね。ミロカラスに恩返しを打って、モロバレルをボルトロスに交代。相手は引っ込まないですね。ダブルバトルで交換ってどうなんだろう。僕がしすぎなのかな、これ。あんまし交換するルールじゃないとかですかね。グロパン欲しいですね。ダブルバトルだから、ケタグリの方がいいかなとか思ってたんですけど、そんなことないのかな。急所、うまい。眠っとる。眠っとる。オッケーオッケー。クレフィーが挑発読みで、交代してくる可能性ありますね。ただもうここは、あー待って。あ、恩返しでいいかな、まだここは。ケタグリ、ガルーラを読んでケタグリを打つ必要はないですね、まだ。エミロカルスに対して恩返しを打って、ボルトロスはまあ、挑発をクレフィに打ちましょう。やっぱし、キノコの奉仕って強いですね。ダブルだろうが、シングルだろうが。ちょっとこれは、僕やれすぎな感がありますけど、両方眠らせるっていうのは容赦がないというか、まあまあまあ、勝負の世界なんでね、そこは許していただきたい。挑発、お、座る、オッケーオッケー。これ、イカサカサ、い、あ、ちょ、噛んだ。イカサも撃ってきてる。よしよし、オッケー。ちょっとこれ、あれですね、クレッフィーに対して薄すぎる選出だったかな。ドランあたりを選出してよかったかもしれない、やっぱし。まあ、でも、挑発が入ってしまえば、クレッフィーもなんとかなるんで。ガルーラ。難しいところですね、これ。こちら、ケタグリを持っているので、まあ、素直にケタグリをガルーラに入れますか。レンチ波でクレッフィを痺れさせましょう。あ、そっち撃つ。へぇ、ガルーラの方に撃ってくると思ったんですけどね。あ、ここ、電磁波じゃない、イカ様か。ここは、確定で。で、ケタグリがガルーラに入る。よし、オッケー。ガルーラ処理できましたね。これでかいです。これでかいですよ。イカ様を多分、
ですね、ボルトロスはお相手の方は早く処理したいみたいなので、電磁波を入れるのは良くないかな。あっと、これはどうするべきかな。うん、月光河のケタグリで、まあまあ落ちそうではありますね。まあでも、月光河ケタグリ持ってるんだろうか。持ってんのかな。一旦引っ込みますか。一旦引っ込めて、ニンフィアの方が一番いらないかな。ミロカロス突破した月光河、ミロ、お相手の方はもう、月光河とクレフィしかいないので、ここは、ニンフィアを戻し、ニンフィアに戻して、ボルトロスで電磁波を、月光河に打ちましょう。ケタグリを持っていたらガルーラが突破される可能性があるので、ここはしょうがないですね。電磁波が通る。痺れてくれたらなお美味しい。ラストシュート。どっちだ？多分、あ、ニンフィアに当たらなかった。ずるい。これずるいなぁ。クレッヒーや挑発の効果が解けた。光の壁がなくなった。よしよし。ハイパーボイスでいいですね。ここは。ハイパーボイスで、挑発をクレッヒーに打ちましょう。イカ様。まあまあまあ。ここはさすがに挑発を読んでますね。ニンフィアのハイパーボイスが通る。あ、そうか。毒、あーおーっと、おっと、完全に忘れてましたね。まあまあまあ、でも、両方に通るダメージだから、月光河がタスキだった場合、タスキを潰しつつクレッヒーも削るみたいな、プラス思考すぎるかな、ちょっと。サイコショックを月光河に打ちましょう。で、10万ボルトをクレッヒーに。あ、いや、ボルトロス残した方がよかったか、これ。いや、キノコの胞子を打てばいいだけだ。そうだそうだ。ちょっと待って、キノコの胞子打てなくなったんですが、これはどうすれば。まあでもさすがにいけるでしょう。よし、月光が突破。残りはお相手クレフィ1体だけですね。ガルーラでいいかな。はい。では、目覚めるパワー地面で、猫魂から入っていいかな。オッケー。行きましょう。降参から選ばれました。よし。初勝利。ダブル初勝利です。では、ソウさん、対戦ありがとうございました。やった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 。それは一生ひどかったけど、なんとか。まあ、割といい動画になったと思います。はい。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、次の動画でもよろしくお願いいたします。失礼します。